鉄道技術展2010において、川崎重工業では世界に先駆けニッケル水素電池を動力源にした低床電池駆動電車スイモの展示を行いました。スイモはこれまでの路面電車とは違い、充電した電力によって架線のない区間でも走行が可能となりました。この電池を積むことによって終端のターミナルの駅ですね、そちらで5分間の急速充電をすればですね、10km は架線のない区間を走行することができるという特徴がございます。終点の駅で折り返ししている間に充電をして、で走行走っているときはもう架線のない区間をそのまま電池だけで走ることができるということです。スイモには川崎重工業で開発された安全性の高い大容量ニッケル水素電池ギガセルが搭載されています。ギガセルは1モジュールあたり30のセルが積装され、36ボルトの電圧が発生し、スイモでは16のモジュールを直列で搭載しています。川崎重工業ではこのギガセルを利用して鉄道車両におけるさらなる電力の有効利用を試みようとしています。今ですね、鉄道車両の方はですね、回生電力といいまして、ブレーキをかけた時にですね、いわゆるモーターが発電機になりまして、電力を発生するわけですね。それを今まではですね、熱にして捨ててるというのがほとんどだったんですけれども、それをですね、この蓄電池を地上に置きまして、その回生電力、電車で発生した回生電力をすべて吸収してですね、それをまた次電車を加速するときにですね、再利用しようということを今計画しておりまして、そういう使い方をですね、いろんな鉄道事業者さんに提案しているところでございます。スイモは国内だけではなく海外に向けての販売も視野に入れ、現在走行実験を重ねています。